比較すな。始まっているのかな。これは来ました。皆さんこんにちは、こんばんはか、こんにちはでいいよ、こんにちはでいいか。はい、ね、なんで急にインスタライブを始めたかというとね、前回フォロワー30万人いったらインスタライブをやってやると言ったので、ちょっと全然できなかったので今日はやります。30万人いきました。いきました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、昨日はね、4月19日にリリースされるパノラマジェットのアーシャが解禁されました。はい、どうですか皆さん、ちょっと感想をね、皆さんちょっとお聞かせください。もう嬉しいですね、めっちゃかっこよかったですって。みんな美女がいいってよかったよね、あれ一時並んでるのマジでみんなかっこよかった。かっこいい。あれ今回ね、俺二王立ちにした。はあ、ケイト痛、あれなんで割と痛い、割と痛い、うん、割と痛い、4、5人いたんじゃないかぐらい。いねえよ、ちょっと見せたろじゃあ。そうちゃんもかっこいいって。ありがとう。うん、それは知ってますよ、皆さんかっこいいのは。皆さんね、このインスタライブはちょっと一瞬なんで、皆さんこの一瞬を楽しんでください。マジで一瞬やで、これ多分ね、もう行くもんね、行く。威嚇すな。かわいい。松本さんがやってたやつがハマって、威嚇すなよ。うるさい、控えすな。ごめんなさい、なんか猫いるってなる。猫いるって飼ってんのかなってなっちゃう。気をつけて。これ松本さんが番組でね、ニャーゲーニャー選手権っていうのをやってて、猫で威嚇するっていうネタがあってやってました。そうです、明日ライブですね、兵庫でね、津公園、いや2公園で、ね、公園2公園で、2公園で、2公園で、あま聞かへんな、おい。疲れてんな、ロケからだから。公開収録だけど、ね、頑張ります。頑張ります。二公演ってね、ありがたいですね。うん、久々じゃないですか、なんていうか。あと1分で弱者会見じゃない？そうだね。皆さんこの後めちゃくちゃリツイートしてください。はい、弱者会見されるんで。あとツイートも。皆さんたくさんツイートしてください。そしてね、毎回ね、ファンタローの皆さんのおかげでトレンド入りしてるので。ね、早いですよね。早い、最近もっと早くなって。これ結構ね、正直かっこいいわ。あ、指示来た、見てみろ、見てみて、これ多分驚くんじゃない、結構。まあ、ね、また全然違うじゃん、アーティスト写真と。確かにね、この解禁されたのかな。まあね、今、まあ、ね、ネット環境とかあるから、更新するのにも。今日ファンラジオ8時半から聞いてください、僕と堀夏くん。 あ、そうだね、そうだと堀夏くんファンラジ1時間半後、そうだね、来ます。え、聞いてくれるんですか。うん、聞かない時の顔だからし、ちょっとね、ジャケシャいいですよ。あれまだだ、まだまだまだ、あらなですね、BTTM も Back to the Memories 3もね、ファンファンファンタスティック3も発表されましたが、パート3、そうか、ファンファンファンタスティックはシーズン3で、舞台はパート3なんですね。ですね、めっちゃ見やかいな。
大丈夫？うん。じゃあちょっと宣伝してあげるか。あと3日後ですね。お。木村圭人、パクチー食べれます。え？食べれるようになります。何が？3日後パクチー食べれるようになります。すごい、食べれなかったんだ。食べれない。3日後、はい、ソタボン発売でございます。おめでとうございます。写真集発売、あ、来ました。じゃあ皆さんちょっと行ってきます。すいません、急ですが、ありがとうございました。